皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はファーマフーズの決算発表がありました。で、以前の動画でですね、ファーマフーズ、決算に期待が高まっているという感じの内容を言ったと思うんですが、BTS、現在83円プラス、まあ、約 3% プラスで、で、一時的にはですね、3050近くまで上げています。なので、まあ、100円以上の上げも、あってですね、かなりこの決算内容というかプラスだったっていうことがわかると思います。で、内容としてはですね、売上高337億円、前年同期比3倍で、最終利益は15億5000万ということで、前回は、赤字から黒字に転換して、さらに利益売上すべてが、かなり伸びたというところになってます。で、乳毛育毛剤を中心に顧客獲得が進展したと。また国内を中心にヘルスケア企業向けダイエット食品およびナショナルブランド向けパウチゼリーなどが増加した。なお21年7月通期業績予想、売上高400億、前期比 2.6 倍、営業利益20億と、さらにこう伸びていくという見通しになっています。で、この夜間の、PTS にも反映されているようにですね、今回の決算発表は安心できるというかですね、ちゃんと成長が確認できるような内容だったんじゃないかと思います。で、最後に、ファーマフーズの掲示板を見ていきたいと思います。PTS は空売りがまだ買い戻せないからこの程度の上げ、月曜日は結構上げそう。ここまでお花畑となるとやることは一つかなと。確実に言えるのは、中国の売り上げはまだ1円も織り込まれていない。これから期待しかない。3000円以上は5円単位、あと25で3000円だぜ。欲しいやつは PTS へ。 PTS の反応薄い。広告宣伝費を 20% にできたらすごいことにと。掲示板はですね、やっぱり PTS の、爆上げというかですね、決算を受けての株価推移がもちろん多く書かれていて、3000円という一つの節目とですね、ストップ高3300っていう、そこら辺の数字が多く出てます。で、さらにですね、現在のこう会社の決算発表の数字もすごいんですが、さらにもう1段階というかですね、海外での売上伸ばしもう1段階2段階上っていうのを見据えたような、さらに高みを目指すような皆さんの期待が感じられます。ファーマフーズをですね、ホールドしていた方はおめでとうございますということで、今回は以上になります。ぜひ、他の動画も見ていただきたいと思います。ありがとうございました。